イリア、返事をしてくれ、イリア。ああ頼む、帰ってこい、イリア。ふざけるな。プラミア13、何があった。セスナ少尉のバイタルがフラットに。わからない、俺には何もわからない。分をわきまえろバカ者、お前も死ぬぞ。ヤーチェノやシスチナがそれを望むと思うのか、愚か者。中佐、シスチナ少尉は強化装備の生命維持機能でかろうじて心臓を動かしている状態です。ブリッジスに処置を行う、カバーを。待ってくれ中佐。俺はもう大丈夫だ。遠隔注射も御催眠暗示も必要ない。よし、ではガンインターセプターに下がれ。私がストームバンガードに上がる。待ってくれ、それじゃ。お前を信じているから下げるんだ。怒りや悲しみから目を背け、戦闘に逃避すれば死ぬのはお前だけでは済まないぞ。目の前の現実を受け入れろ。頭が冷えたら戻す。いいな。了解。バローナ1より先行するアンノウンリード。バローナ1より先行するアンノウンリード。こちらプラミア1。ゆえあって、 IFF のみで失礼する。何か。やはり。よくお戻りで中佐。あの世とやらはよほど退屈だったらしいですな。どこにいようが地獄であることに変わりはない。戦域無線はジャールの亡霊がどうなと大騒ぎですよ。錯乱したバカのザレ事かと思いましたが、まさかね。用がないなら切るぞ、早くしろ。最終作戦域は我が隊が先行します。一番槍の栄誉お譲りください。こっちは中佐が敷いたレッドカーペットを優雅に通ってきただけ。つまり楽して追いついた。このまま終わろうものなら、後で英雄に祭り上げられた時罰が悪くてかなわんでしょう。中佐はよくご存知なのでは、そういう居心地の悪さを。ちょうどいいことに特殊戦部隊がレーザーどもの気を引き、迎標的はカシガル攻略本隊を狙って極大出力照射のインターバル。今こそ我らロシア人部隊の出番だとは思いませんか、同志中佐。分かった。バローナ1、ラーズム1、先行しろ。了解。ご後輩感謝します中佐。プラーミア1より中隊前期、直ちに減速、後続部隊を先行させる。了解。中佐、どうして。ロシア人にまた私たちを踏み台にする気かよ。違う、よく見ろ。ご一緒できて光栄です、イーケベイリー。ではお先に。ありがとう、タイ。待ってくれバロナ1、その機体じゃ。おいおい、少しはカッコつけさせろって。俺らはあんたにバカでかい借りがあるんだからよ。借り、何を言って。祖国を、いや家族をレッドシフトから救ってくれてありがとう。お帰りなさい英雄殿。ベルガンで弟を守ってくれてありがとう。あんたの一撃しびれたわよ。待ってくれ、俺はそんなんじゃ。あん時は感激したぜ。俺はツーゼロ4の祝勝会で真っ先に乾杯しに行ったんだが。無茶言うな。お前にとって英雄殿は一人だが、山盛りの酔っ払い面なんざいちいち覚えてるかってんだ。噂の英雄と蘇ったエール、短くとも共に戦えたことを誇りに思う。
あんたたちまで。だが、もうザンダーマン。何？どうせなら、でかいピンチ何回も退けたあんたにかける方が、部がいいってだけさ。ああ、でもよ、あの化け物、俺様がやっつけちまったらごめんな。あんたの見せ場、奪っちまうかも。ユウヤ、よくわかっただろ。これこそが、お前が選び、歩み進む道の理定表。お前自身の戦いに対する、世界の、いや、皆の答えだ。そして、よく見ておけ。これから始まることこそが、お前が背負っている、英雄の部だ。俺が、背負っている。バローナ1より、地下の前期に次ぐ。我々はこれより、迎標的に向け、最終作戦域に突入する。狙いは、ゲーム目標のみ。この機を逃すな。バローナ第2第3小隊先行。中レーザー級のラインをこじ開けろ。了解。フラーとアルマースは、全力支援砲撃。ラーズム先行。我が小隊は、シンガルでゲーム目標に突撃する。了解。我ら全ての人民と祖国のために、ボルクの英霊とジャールの栄光と共にあらん。S11、まだまだ人類の痛みはこんなもんじゃねえぞ。S11、楽に死ねる高価な自決装置は、非支配民族には装備されていない。自決は、時に味方も巻き込む。恐怖の連鎖で多発すれば、自らを守る手駒が減る。上層部は、ロシア人以外の英士を信用していないんだ。だからこそ、彼らは、先行を志願したというわけだ。しんがりを務める第一小隊が、最後にあの化け物と差し違える算段だが、もし潜んじたとしても、私たちが、いや、自分の後に続く者たちがあの化け物を倒し、彼らの大切な者たちを必ず守ると信じ、自らの意志で決断し言ったんだ。起爆距離50メートル以内、各機放射施設に取り付き、確実に仕留めろ。了解。第一小隊前期突撃、母なる大地を取り戻せ。うわ、プラミア1より全中隊に次ぐ最大加速。なっ、全機急速反転、戦域を離脱しろ。やばい。第4次レーザーヤークト、前期マーカーロスト。スイストラ中隊前期健在、依然自立防衛モードでゲーム目標上空を遊翼中。一瞬近接戦で日歩中隊を一瞬だと、
昇格腕による攻撃はフォート級の芸能的はレーザー属してはなかったのか。古族は古族の戦術機部隊はどうなっている。いずれも損耗著しく、最終作戦域到達前に全減されつつあります。レーザーアクトの継続は不能です。至急部隊再編を行い、組織的なレーザーアクトを継続するよう全部隊に伝えろ。了解。いいか、部隊再編が最優先だ。芸標的の近接防御解析を急げ。一刻も早く各部隊に伝達するんだ。お言葉ですが中将、現在こちらからのデータリンクは受信のみで送信は不可能です。しかも部隊再編といっても時間も戦力もすでになく。では伝令を出すなり、通信で口頭伝達するなりすればよかろう。手段は問わん。前線将兵に伝達し、目標域への到達率を上げなければ。あの化け物の最重点が終わる前に何としても残存戦力をかき集めるんだ。さもなくば人類はもう。どうし中将、解析中の原標的近接戦データにエラー混入の可能性が。何？第4次レーザーリアクトの IFF 信号なのですが、数が合いません。どういうことだ。バローナ1のローカルデータに最新高軌道に転進した中隊があると表示されて。全中隊に次ぐ。これより原標的への再進行を試みる。フォーメーションアローヘッド5で戦域に突入する。防壁突破後、ストームヴァンガードは中央放射投接を。ストライクヴァンガードは左舷放射投接。ガンスイーパーが右舷を潰せ。ガンインターセプター、インパクトガード、ラッシュガードは全体接。撃ち漏らした昇格腕を排除し近接攻撃を封じる。銃レーザー級の数は自決突撃で半分以下。昇格案は野獣魔どもとのじゃれ合いに夢中。連中、何のつもりか知らんが今はありがたい。カシュガル攻略部隊の再突入までもう間もない。おそらくこれが最後の突撃となる。極大出力のインターバルからいって、本体突入前に撃たせるか、その前に始末するかの二択だ。大丈夫よ。イーニアはいつだって戻ってきたでしょ。最終作戦域に再突入する。前期最大戦速、許せ。皆の命もらい受ける。ボールクの英霊と共にあらんことを。了解。第三次降下部隊再突入回廊に侵入。カシュガル攻撃部隊の機動降下が開始されました。もはや間に合わんのか。どうし中将。何事だ。進行ライン上の各戦線で重レーザー級が衛星軌道に向けて初期照射を開始しました。何。バカな。レーザー属種が衛星高度を通過するだけの飛翔体を攻撃。まさか原標的にこうして。いや、そんな観測データはない。ベータがハイブ間で連動するなど。照射出力最大、直撃です。第3次降下作戦部隊、第1戦隊合金 89%、 第2戦隊も 50% を切っています。重レーザー級の第1射のみでそこまでの被害が。重金属軍は一体。カシュガルのレーザー属種はエール弾をほとんど迎撃していないとのことです。なんだと。自らに向かってくる飛翔体を迎撃しない。高高度を通過する友軍を攻撃しておきながら。それは逆だ。ありえん。各戦線の
銃レーザー級第二勝者、第三勝者も開始されました。第三戦隊合金 88%、 機関ネオストラ使命消滅。第四戦隊合金 92%。 ああ、ベータのユーラシア封じ込めを支えてきた機動兵力が全滅してしまう。これは悪夢か。ベータ、標的を選んで迎撃しているとでも言うのか。下等生物ではなかったのか。知能は昆虫並みだったはずだろう。確かにそう言われてきた。だが数に任せた後手の戦術であのような対処は不可能だ。ではこれまで宇宙王冠機や人工衛星を完全に無視していたのは一体。わからん。だがまるで今突如として人類の戦略と戦術を理解したかのようだ。ですが奴らは当初猛烈な迎撃を行い、記録的な高濃度重金属雲を発生させています。やはり偶然と考えるべきでは。その重金属粒子のほとんどが忌々しい積乱雲に取り込まれ、通信障害の元となって。これも偶然ではあるか。なんだと。まさかそれすらも。道中上引かがされました。ゲイ標的が我々のエール弾戦術を逆手に取り、重金属積乱雲を発生させ、電波障害を引き起こしたとするなら。ああ、その最大効果は迎撃による背部の保全と電波障害による自身の隠蔽。つまり攻防一体の策だ。攻防一体。ベータがそのような。現状況から推測すれば、その目的はやはりカシュガル攻略本体側面を狙う極大照射だろう。奴の極大照射出力が重金属雲などものともしないのはすでに実証済み。あのような極大出力で照射されれば、主力艦隊ものともエーゼロ砲は消滅。これまで私は迎標的が攻略部隊を本能で狙うと考えていた。だが作戦に沿った行動である場合。待ちください同志中将。今回の劣勢、横浜 GHQ が奴らの学習能力を侮ったのは確かでしょう。ですがベータにそれほどの即時対応能力があるなら、人類はとっくに滅ぼされているはずです。その滅びが今ここで始まったのかもしれんのだ。あ、カシュガルの重レーザー級が同一標的への一点集中照射を開始。一点集中照射。個体間の連携まで。まさか主力を引きつけて一斉照射したとでも言うのか。奴らが学習した統計から人類の作戦を読んだとでも。やはりな。即時対処にしてはできすぎている。もはやベータの戦術はオペレーションチェリーブロッサムの全容を把握した上でのものと見るべきなのだ。一体どうやって。オルタネイティブ計画が何十年研究を続けても奴らとのコミュニケーションは成立していないのですよ。いかに迎標的が新種とはいえ、一体どのようにして自ら電波障害を発生させているというのに。電波障害。まさか。いや、そうと考えれば納得がいく。どうし中将、あの重金属積乱雲で我々のデータリンクから情報を得ることが可能だとすれば。そうだ、そうなのだ。長距離通信やデータリンク送信が妨害されている中、受信だけが可能などあまりに都合がよ。照射出力最大、
大型艦アーゼロ4を直撃しています。おのれベータめ、最初から奴らは連携してエゼロ4を、人類の切り札たるエゼロ4だけを狙って、なんたるなんたることだ。未発見元素の獲得に目がくらみ、奴らがフェンに任せた結果がこのザマか。これで芸商的な直大照射を行えば、いかにエーゼル砲のラザフォードフィールドであろうが、撃墜された。いえ、装甲駆逐艦か。どうした？各戦隊の残存艦が次々に A04 の盾になって。何？人類よ、頼むぞ。第二戦隊機関ユナギマーカーロスト、全艦エントリーシェル分離、最大加速で A04 の前に出る。第五戦隊サワラビマーカーロスト、人類反撃の切り札となる決戦部隊を運んだことは駆逐艦のにとっては最大の名誉だ。第五戦隊エーラートマーカーロスト、フランスをユーラシアを取り戻してくれ。第五戦隊シャイロー並びにラファイエットマーカーロスト。標的座標の熱量急速増大、上昇曲線一致、極大出力放射の前兆です。最悪の想定が結局事実だったということ。やはりあやつは A04 に対するベータの布石だったのか。中将、迎標的に原標的に向け、所属不明部隊がレーザーヤクトを。なんだと、データ上のエラーではなかったのか。あれは一体どこの手のものだ。誰の機下であろうが死だろうが構うものか。全軍に通達、これより我が極東ソ連軍は総力を持って所属不明部隊を支援する。最終作戦域に全力砲撃、一発残らず撃ち尽くすのだ。これが最後の攻勢とし。了解。うわWe'll be right back.
ってくれ中佐、俺が直演する。何焦ってんだ、いくらあんたでも短気じゃ。許せ、皆の命もらい受ける。くっ、どういうことかよ中佐。楽に死ねる高価な自決装置は非支配民族には装備されていない。私はロシア人だ。あるんだろう、あんたの機体にも S11 が。頼む中佐、そいつをくれ。それは俺がやる。距離を取れバカ者、巻き込まれるぞ。異常に徹してるんじゃねえのかよ。機動力の高い94セカンドの方が自決攻撃に適してるだろう。だからこそ94セカンドが奴にとどめを刺すんだ。私が仕損じた時はお前が一人でこの地獄を背負うんだ。それが英雄の豚だろう。一度自決攻撃を見られている以上、そうそううまくはいかんぞ。だが最悪でもあの前説くらいは吹き飛ばしてやる。さらばだ、違法から来た息子よ、後を頼む。つぶさまだ何も報いてないんだ。やらせねえ、やらせねえぞ、絶対にな。
そうか、お前たちはまた行ってしまうというのか。やはり私は正しかった。あの男こそ、ユーヤ・ブリッジスこそ最高の触媒だったのだ。そうか、あの機体は、やはりあの時の。うん、あのね、ユーヤ、あの子たちの中にね、みんなの中にクリスカの思いが溢れているよ。え？クリスカの中で生まれて、マーティカが伝えた大切な思いがいっぱい溢れてるんだよ。そうか。そうだったのか。守ろう、ユーヤ。クリスカが大好きだったこの世界を。ああ、行こう。俺たちに命を与え育んでくれたこの世界を守るために。俺たちはもう一人じゃない。